車両浦和中央交通株式会社は、かつて存在した貸切バス事業者。埼玉県埼玉市南区局本山丁目後の12に本社を置き、ツアーバスの運行を行っていた。同じ埼玉県内の坂戸市に現存する埼玉中央観光バス、川口志望992から1に現存する中央交通株式会社とは、無関係。また、 工述の通りネオプランの車両を導入していたが、日本におけるネオプランの輸入元となった大阪の貸切バス会社中央交通とも無関係である。かつてツアーバスとして主にオリオンツアーの東京仙台間、東京関西間などの便の運行を担当していた、ほか各種ツアーバスの運行も受託していたため、全国で車両を見ることができた。 バス車両は白地をベースに星マークが散りばめられた。カラーリングで、キャッチフレーズは、星が導く、好奇心であった。2005年9月26日、同社保有の大型観光バス車両が、千葉県柏市内の常磐自動車道上り線を走行中に突然出火。乗客42人と乗務員2人が高速道路の路肩を歩いて避難する避難する事故が発生。事故車両は、 ディーゼルハイガス規制対応のため DPF を装着しており、出荷原因をめぐって、車両メーカー及びディーラーと DP 回装置販売元の三井物産の見解が対立した。また、同2005年11月には自社で保有するバスのハイガス規制を逃れるため車庫飛ばしを行ったとして、同社千葉営業所が捜査され、社長及び元営業課長、 元整備管理係長の社員が、電磁的厚生証書原本不実記録、同共用罪容疑で逮捕される不祥事が発生した。2009年1月15日、埼玉地方裁判所に事故破産手続きを申し立て、経営破綻した。大型観光バスでは、三菱不装製のエアロキング、エアロクイーン3、9メートル大型車のエアロバス MM などが在籍。西 新型車体下層の三菱車も存在した。日野自動車製の車両は、初代セレガ、セレガール、二代目セレガが在籍した。中型、小型車は、日野レインボー 7M、日の DS、マイクロバスのトヨタコースターなどが在籍した。また輸入車では、ネオプランの大型観光バススペースライナー、トランスライナーを導入していた。2004年に放映されたテレビドラマ、 プライド作中において木村拓也が演じる主人公が在籍するアイスホッケーチームブルースコーピオンズのチームバスという設定で当時在籍していた日のセレガールが登場した。ありがとうございます。